どうもおはこんばんちは、まえさんでございます。今回もですね、数あるチャンネルの中から、私のチャンネルを選んでいただきましてありがとうございます。本当にありがとうございますということでですね、今回もまえさんのラジオやっていきたいと思います。今回のテーマはですね、幸福度をテーマに、ちょっとね、お話ししていこうと思います。今回も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。このチャンネルはおはようからお休みまでほっこりをお届け、まえさんの提供でお送りいたします。さあ、ということで、今回のテーマは幸福度ということで、なぜ今回この幸福度をテーマにしてお話しようかと思いましたのは、つい先日になるんですけれども、ある、ネットであるランキングを見つけまして、それがですね、都道府県幸福度ランキング2020完全版というランキングがあったんです。で、そのランキングを見まして、47都道府県の幸福度のランキングが発表されておりまして、今回そのランキングをですね、ちょっとご紹介しようかなと、思います。皆さんが住んでいる、ところは一体何位なのでしょうか。まずは下の方からいきたいと思います。47位から25位まで、まずだいたい半分ですね、ご紹介していきたいと思います。47位、秋田県 61.1 ポイント。46位、佐賀県 61.3 ポイント。45位、福島県 61.4 ポイント。44位、青森県 61.8 ポイント。43位、新潟県 61.9 ポイント。42位、千葉県 62.8 ポイント。41位、山口県 63.2 ポイント。40位、山形県 63.6 ポイント。39位、宮城県 63.7 ポイント。38位、岡山県噛んじゃいました、63.7 ポイント。37位、愛知県64ポイント。36位、三重県 64.4 ポイント。35位、大阪府 64.5 ポイント。34位、静岡県 64.9 ポイント。33位、神奈川県 64.9 ポイント。32位、北海道65ポイント。31位、茨城県65ポイント。30位、徳島県65ポイント。29位、埼玉県 65.1 ポイント。28位、長崎県 65.6 ポイント。27位、栃木県 65.7 ポイント。26位、群馬県65.7 ポイント。25位、東京都 65.9 ポイント。以上、47位から25位まで発表いたしました。皆さんの住んでいる都道府県出てきましたでしょうか。ちなみに私の住んでいる山形県がですね、40位、結構下なんですね。いやー、まあ幸福度は人によってね、感じ方違うのであれなんですけども、この、統計が、出してるので、まあだいたいこのランキングはまあどうなんですかね。まあある程度統計学にのっとって、多分このランキング出したと思うんですけども、いやー、山形県幸福って思ってる人こんなに少ないのかなと思う。まあ田舎の方ですからね。でも意外だったのが、なんかこう東京が25位、まあだいたい半分くらい、やっぱ東北が目立ちますね。
秋田が最下位で福島45位、青森44位、山形40、宮城39で、まあそのぐらいか。岩手がないか、今のところ。首都圏も結構真ん中から下の方にあります。大阪が35位、東京が25位。皆さんの住んでいるところは、何位でしたでしょうか。ちなみにですね、このランキングポイントが同じポイント、まあ34位の静岡と33位の神奈川県、同じ 64.9 ポイントなんですけれども、こちら小数点第2位まで、算出しておりまして、それを四捨五入して結果この、小数点第1位までの発表となっております。もし同じ、ポイント数があれば小数点第2位で、ランキングつけているということであります。さあ、皆さんの住んでいる都道府県は何位でしたでしょうか。それでは、次に24位から4位までベスト3を残して、24位から4位までの発表いきたいと思います。24位、岩手県66ポイント。23位、愛媛県 66.1 ポイント。22位、広島県 66.1 ポイント。21位、奈良県66.3 ポイント。20位、長野県 66.5 ポイント。19位、和歌山県 66.6 ポイント。18位、島根県 66.8 ポイント。17位、兵庫県 66.9 ポイント。16位、岐阜県 66.9 ポイント。15位、滋賀県 67.0 ポイント。14位、福岡県 67.4 ポイント。13位、高知県 67.4 ポイント。12位、山梨県 67.8 ポイント。11位、鹿児島県 68.2 ポイント。第10位、香川県 68.2 ポイント。第9位、熊本県 68.6 ポイント。第8位、富山県 68.7 ポイント。第7位、京都府 68.8 ポイント。第6位、鳥取県 69.8 ポイント。第5位、石川県70 ポイント。第4位、福井県 70.1 ポイント。以上が24位から4位までのランキングの発表となっております。さあ、いかがでしたでしょうか。皆さんの住んでるところは出てきましたか。ここで、注目したいのが残りの東北の岩手県が24位と初っ端の方に、出てきてしまいました。東北はやっぱり田舎の人ってあれなのかな、幸せだって思う人が少ないのかな。まあどうなんでしょうね。まあ人それぞれですので、このランキングが全てではありませんので、人によって、感じ方は違いますので、参考程度に聞いていただければなと思いますね。どうでしょうか、皆さんの住んでる地域は何位に入っていますでしょうか。それでは皆さん、お待たせいたしました、都道府県幸福度ランキング2020完全版第3位、大分県 70.3 ポイント。第2位、沖縄県 72.2 ポイント。第1位、宮崎県 74.0 ポイントです。第1位は宮崎県、第2位沖縄県、第3位大分県、全部九州なんですね。こうやって見ると九州とかあっちの方が行ったことないので、ちょっと行ってみたいですね。美味しいものもたくさんあるイメージですし、ね、九州行ってみたいな。東北、山形からだいぶ離れてますからね、行ってみたいな。
私が一番遠くところまで行ったのは高校時代の修学旅行で行った広島県、ここに、修学旅行で行きました。あの原爆ドーム行って、あと広島ではないですけども姫路城にも行って、大阪にも行って、遊んだ記憶ありますね。九州行ってみたいな。なんかの鹿児島の芋焼酎とか飲んでみたいですね、あの本場のね。以上が、都道府県幸福度ランキング2020完全版、47都道府県のランキングをご紹介しました。ね、これからもこのランキングちょっと面白いのでね、いろんな分野のランキング、紹介していきたいなと思います。今回は以上です特に話の広がりもなく今回は、これで終わりたいと思います。ね、またこのまえさんのラジオを聞いていただければ、嬉しいと思います。今回も、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。お相手はまえさんでした。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。このチャンネルはおはようからお休みまでほっこりをお届け、まえさんの提供でお送りいたしました。